どうもエンディです。横浜の元町やってまいりました。元町っていうのはおしゃれなブティック、洋服屋さん、食べ物屋さんたくさん集まってるエリアです。そんな元町にタイマッサージ屋さんがあるんですけれども、こちらです。ナパサワンさん、タイ人の女性がね2人か3人でやってる小さなお店なんですけれども、ちょっと普通のタイマッサージ屋さんとは違いますよ。創意工夫したコンパクトにまとまってるタイマッサージ屋さんです。これはね、タイマッサージ屋さんやってる人も、一般のタイマッサージ受けに行きたい人も見る価値あります。さあ行ってみましょう。こちらです。2階です。このお店はね、もう何代かオーナーさん変わってるんですけども、こちらです。歴史あるお店なんですよ。タイ人の方がやってるお店なんで、日本人の方がやっているお店との大きな違いはこういうところでしょうか。こういうタイのね、北部の、アンティークのタイマッサージのね、芝か像とかね、あとこっちは本当の像とかねあるんですけれども、工夫がされてるんですよ。入って左に部屋があって、で右にも部屋があって、そして真ん中にシャワーっていうね、これは考えてるね。ものすごいコンパクトな中に知恵が詰まったタイマッサージ店で、こちらが、待合室、ママが始めて6年ですか。6年です。長いね、いいね。もう人気でしょ、ここ。飲み屋さんも近くにあるしね。そうですね。マッサージ終わってからなんか飲み行きたいですね。そうですね。なんかいいお店ありますか。この辺あります。タイ料理屋さんもあるんですよ。ロケットなんとかっていうお店知ってる？あるかね。タイ料理屋さんもあるんですよ。でね、またね、この近くにブルーエレファンツっていうタイレストランできるんですよ、今度。もうあるかな。B1 というようにね、この辺はタイ料理屋さんもタイマッサージ屋さんもたくさんある楽しいね、場所ですね。お店が素敵なのはもう分かったから、じゃああとね、タイマッサージをちょっと受けてみてもいいですか。はい。ママですか。私。こちらですか。いいんですか。こんな綺麗な人で。そうです。じゃあこちらのね、綺麗な人、お名前は。もも。ももちゃん。それでは早速、ももちゃんのタイマッサージ受けてみたいと思います。おお。うわぁ、ももちゃんすごいな。うわぁ、なんだわかった、ももちゃんと相性がいい、これはフィット感あるもん。結構静かですね。いや、油断すると寝ちゃうな、これ。で、ももちゃん、首がいつも疲れるんですけど、首やってもらってもいいですか。首が疲れるんですよ。おお、効く効く効く。すんごいね、うまい。ちょっと次は仰向け。ももちゃん暑いんですけどこれ。はい。いいですかこれなくても。はいじゃあ。おー。長いな。おお。スーッといったね。おお。よじれるよじれる。気持ちいいんですよ。太ももの外側くすぐったいけど痛くてね。これ大好きなんですよ。太ももの裏を膝で押すやつ。これはもう大好きな技ですね。基本に忠実、うまい、ももちゃん。まさか、うわー、嬉しいな、これですよ。すねを、これも膝で押すっていうね、これも大好物です。すんごい気持ちいい、これ。すっごいね、もう、よだれだらだら。今のだけ1時間やってほしいよね。もうすごいうまい。もう今時くっついてくれるのはタイマッサージ屋さんぐらいですよね。本当いいね。人のぬくもり。うわー気持ちいいね。あーすごいいいね。すごい頭気持ちいい。今日ここ止まってっちゃおうかな。もう大丈夫、首大丈夫。おおー、うわー、あー気持ちいいねこれ。ああすごい気持ちいい。うおー、ももちゃんもっと。うおー、おおー、いいね。初めての共同作業です。特訓か。ももちゃん人気ですか、やっぱり。ももちゃん人気です。やばいな。じゃあももちゃん今度来るときはね、電話しなきゃね。でももちゃんは何、ここは指名料あるんですか。あります。いくらすんの？指名。指名ないでしょ、指名料。指名料ない。ないでしょ。予約。ね、予約はある。なんでここチェンマイなの？そうチェンマイ。いろいろタイから、うん、ちょっと人気からちょっと日本紹介したいなと思って。今はチェンマイですか？うん、チェンマイじゃないです。チェンマイどこですか？うどん谷。あ、うどん谷なんだ。うん、うどん谷？うどん谷。あ、ノン海の下？そう。空港あるね。あるです。うどん谷はね。うん、あとアメリカの兵隊さんが多い町ですね。昔ね、今ないよ。今ないですか。いやなんかね、うどん谷この前行ったんですよ。うどん谷はうどんが有名だった。うん、そうね。ね、面白いねあれね。そう。怖いじゃ。そう怖いじゃ怖いじゃ。いいところでしたよ。そうです。いいところ。いいところ。お坊さんいいとこいっぱいいる。あ、そうですか。有名。有名ですか。まあそういううどん谷から来たママさんでした。はい。ね、じゃあ気になるマッサージの料金ご紹介します。でんでん。今ね流行ってるんですよね。タイマッサージとオイルコースのセットが今流行ってます。タイ古式50分とアロマ50分合計100分で1万円、タイ古式30分とアロマ40分の70分で6000円、アロママッサージ70分8000円、90分1万1000円、120分1万4000円、タイ古式マッサージ70分5000円、100分7000円、130分9000円、ね、こういう料金ですよ。でまあおすすめはねミックスコースでオイルと古式のセットなんですが、例えばこういうのいいですか。例えば70分の古式マッサージ受けて、で延長で30分オイルもいいんですか。うん、オイルもいいし、お客さんいらん。うん、そうすると100分で1万、またサービスやる9000円。そうか、まあいろいろね、まあ他にもいろいろサービスがありますんで、詳しいことはホームページ、インターネットを見てね、チェックしてください。でももちゃんは人気なんで来る前に電話で予約してください、ね、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。他にもいるんですか、女の子は。どんな子いるんですか。3人もいる。じゃあまあ横浜はね、まあ中華街とかいろいろ遊ぶ場所がたくさんありますんで、まあ、週末ね土曜日日曜日に、まあ、ここに来て体良くなってから横浜中華街とか遊びに行ってもいいと思いますね。この後飲みに行ってもいいですしね、はい、今まあ自信ありますか。自信あります。お、言っちゃったということでママが責任持ってね皆さん面倒見ますんで、はい、来てみていかがでしょうか。